えー、基本、神様に褒められる生き方という岡本、明夫さんの本の中から、運を招き入れるにはという話です。世の中には運のいい人と悪い人がいます。いくら実力があっても、運のない人は活躍する場所を与えられず、世に出ることはありません。ところが、運のいい人は活躍する場所も与えられ、それにつれて自分の力以上の。 で力量以上の力を発揮することができ、予想外の展開を得ることがあります。つまり、運と実力は決してイコールではなく、運は人間の力ではどうすることもできません。では、運という不思議な存在を寝て待っていればいいのか、あるいは運は偶然でしか回ってこないのか。そうではありません。運は自分で切り開き、呼び寄せるものです。諸国日本儀という奈良時代の歴史書によると、 人紀2年、聖武天皇が一つの招徴、命令を出されています。それは、七道諸国の謝辞を正常にするため、寺社とお寺をきれいに掃除せよというご命令で、その中に、災いを除き、先駄を祈ることは必ず有名により、神を敬い、仏を尊ぶことは正常を先となすと書かれています。これは 災いを除き、幸せを祈ることは目に見えない世界のお力なくしてはとても叶えられないという意味です。目に見えない漠然とした運という存在を招き寄せるために、有名による、つまり神仏、祖先の力を借りなければなりません。目に見える世界とは、嘘やまやかしがない真実の世界です。目に見えぬ世界からのご加護をいただこうと思えば、 目に見えぬ世界に対し真実の愛をささげなければ通じることはできないのです。人間の世界は計算の上に成り立っていることが多い。この人と親しくするのは損か得か今こ,ここでこう言っておけば将来きっとこうなるだろう。さまざまな打算が心の中に浮かんできます。こうして打算のない真実の世界が有名です。 打算のない愛を捧げ尽くしていれば、いつしか天に通じ見えない世界、つまり神や先祖、仏や先祖たちが力を貸してくださるのです。有名によるとは、無視の愛を捧げること。そうすれば、おのずと道は開け、運を招き入れることができるのです。鎌倉時代の歌、えー、人として有名な三業奉師の有名な和歌があります。 何事のおわしますかは知らねえども、片付けなさい涙こぼれる。えーという